さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。裕次郎です。我々ジョックロックの主催ライブニューエイジニューネタライブが終了しました。いやありがとうございました。ありがとうございました。いや我々のビッグプロジェクト、はい、もう長年かけて長年はかけてないんですけど、ついに始まった。やっぱ結局立案は、うん、いつぐらいでしたっけあれ覚えてる？うわー確か、いやでも結構な、いやでもあれやな、 M1 より前やったよな。そうやったっけ？だって覚えてもなかった。そう結構ニューエイジニューネタライブっていうかけるメンバーだけのハイキック寄せみたいな新ネタライブやりたいって言って出してて、うん、そうか。んで令和ロマンが優勝してちょっと追い風吹いてきたなみたいな言った記憶があるから。ああ今決勝の前ってことね。はいはいはい、僕らが出た時かと。あ8月より前そんなわけなくない、はい、まあ12月ぐらいやったから、ね、ハイキック寄せ出させていただいた後、いやそれはよりは全然後ではあるけど、まあ、12月ぐらいかぐらいですね。だからまあそれがいっちゃん最初に、うん、まあ、ザザハウスで申請を出して、そうです、それが通らず、はい、あそう1月をそれ出して通らんかったやから、まあ12月より前かやから11月末とかじゃん。まあぐらいか、そう締め切り的に、うん、だからまあ足掛け2ヶ月ぐらいのプロジェクトがまあ終了、はい、ついにまあ、うん、大成功、大成功と言ってもいいんじゃないでしょうか。これは過言ではない、過言ではない。いや本当にね、まあそれこそずっと YouTube、はい、我々の YouTube に、うん、そうですよ、まあ、皆さん来ていただきまして本当に何週間でしたっけ、何ヶ月か。あ、6週間のほとんど。6週間だったっけ1ヶ月半で、あかけてやってきたし、で皆さんにまあ出ていただいてね、協力していただいてやりましたし、そうそう、プロモーション活動にまあ、うん、強制的に参加させるっていうか、はい、普通さそのなんかツイッターとかで告知してやって言ってもなんかあんましてくれへんみたいなさ、うん、あったりしてちょっとそれでなんかギスギスするみたいなのあるけど、うん、読んで強制的にさせるっていうまあ、正直あれに出てもらうだけで、うん、その彼らのまあ応援してくれる人たちというか、はい、あることは絶対知ることになるからな正直。ああそうですね、そう、その彼らを知ってて、うん、そのライブの存在を知らんっていう人はまああんまりおらんのじゃないかみたいな形にはできたんじゃないですか。10組の各々のファンの方々が来てくれた確率が高い。そう、もうそれは結構皆さん言ってましたね。なんかやっぱみんな来てくれるって言って、うん、言ってますわみたいな、うん、でまあ結構ね、結構そうやから結構まあ俺もテーブルとかなんかパネル作ってもらって、はい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 、そう言ってちょっと、ね、あのパネルとかで作ってもらえるんですかって言って、うん、その巨大パネル、はい、ポスターを引き伸ばしたやつを作ってもらって、うん、それをなんか自分が出えへん時のかけるとかにも持って行って、うん、邪魔者扱い決して手売りが売れるわけではないけど、あることはこれを持って見せることによってそう潜在意識に埋め込むという。ニューエイジ、ニューエイジ、ニューエイジ、ニューエイジだってなんだろう、なんかあるな。そうしかもかけるライブにはその10組出演者がいるわけですけど、ニューエイジ、ニューネタライブには、はい、絶対に、うん、その出るメンバーはいるわけです。そうですよね、だから彼らが手売りしてる時に後ろに立って、うん、こんなのもありますけどね、もう買いました、そうですかとやりつつ、その効果もあったのか、まあ、まあ3分の2ぐらいは来ていただきまして、はい、配信もね、うん、結構いや割となあ、はい、あーみたいな、うん、数字ではあーそうやな、おぉ、何リアクション分かるかこれぐらい、まあまあまあ全然ね。いやそうですよ、いやこれで、まあうん、まあ1回目が、はい、その感じ、うん、でも第2回の3月10日開催は決まってて、そうですね、これはかなり4月開催にも希望が持てるというか。そうです、4月ももうまあ一応まあなんつう申請と言いますかあるんで、まあおそらくあると思います。ちゃんとそう何の確約もないですけど、はい、あの感じからして、はい、まあまあまああるんじゃないかと、できるんじゃねえかな、うん、勝手に踏んでますけど、うん、まあぜひね
ってくださいというか、はい、まあ、まあまずね、うん、3月10日、はい、そう、第1回は2月10日の土曜6時から7時までの1時間、うんうん、はい、で第2回は3月10日日曜日夜7時半から8時半という、はい、さらにゴールデンタイムか、より良い時間、もう言い訳はできないまあ次の日の月曜とかのあれを加味せえへんかったら、日曜の7時半に体が空いてない人間はなかなかおらんで1ヶ月前やし今、そう、まあ6時とかやったらギリギリ、土曜仕事ある人とかやったら、うん、まあギリギリちょっとあーみたいな、うん、日曜の7時半これはどう言い逃れしますか言い逃れしてくると思ってんのいやまあね、無理せずですけど、はい、まあ、かなりまた来てほしいとかね、結構まあ、ね、なんていうんですか、まあエゴサの、まあ、エゴサキのエゴサキエゴサの鬼のエゴサキ 鬼と化したもうエゴサキと化した俺としてはまあまあ、はい、結構ね、はい、皆さん評判もいいというか、あ、よかったですか、うん、やっぱ新ネタとは思えないみたいな、10組素晴らしい、みんな面白かったという評判がありつつも、はい、ちょっとまあ問題と言いますかね、問題、事件、事件、まあ疑惑、ロス疑惑みたいな、そんなんか、事件もちょっと報告も入ってきてるというか、報告なんですか、まあ富神調査員、はい、そのお兄ちゃんの富神富賀調査員からの垂れ込みによると、はい、そのマーティのネタが仕上がりすぎてて、うん、新ネタじゃないんじゃないかっていう、おい嘘だろ、疑惑、新ネタライブだぞ、やっぱその状況証拠的に、はい、やっぱそのマーティも2月から、うん、2月1日から劇場メンバー、そうですね、で2月8日に初かけるライブ、まあ、僕たちも一緒でした、はい、に出て、うん、次のライブが2月10日の新ネタライブ、うん、これ仕上がってるのおかしいかおかしいし、やっぱおかしいね、おかしいし、やっぱそのさすがに、うん、まあ、いつもなんかひょうひょうとしてるというか、いやいやもう全然そんな、うん、なんかどっちどうでもいいっすよみたいな顔してるけど、さすがに受けたい、はいはいはい、そ2回目の漫才劇場でしかも、ね、初ユニットではあるわけ、ね、まあ、俺逆の立場やったらもう絶対に受けたいよ、それ受けたいよ、新ネタですあんま仕上がってないやつやってなんか、うん、ああなんか大したことなかったなみたいな、うん、言われるのを防ぐために、うん、水面下で仕上げて、なんか昔やったやつとかもうなんかあれちょっと学校変えたらなんかええ感じになりそうやなみたいな、いにしえのネタを、はい、掘り起こしたりとか、そうでしょう、なんかそういう疑惑が、まず富神富賀調査員の話によると、まずある X の投稿で、はいはい、まず一発でそのマーティのネタ、うん、一番好きなネタだったっていう入りの投稿がありまして、お普通、まあ一番好き、マーティンのネタが一番好きやったと、その中でね、10組の中で好きやったとしたら、ね、見てね、初見で、うん、マーティンのネタが一番好きだった、これなら分かるんですよ、分かりますか、あ、はい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 、今日見た中でとは、この主語省いてね、省いてね、カッコ、そう、カッコ、今日見たネタの中でカッコ、そのマーティンのネタが一番好きだった、これは分かるんですよ、分かります分かります、ただね、はい、マーティンのネタ、一番好きなネタだった、これ一回見たことあるんですか見たことありますよこれ、え、一番好きなネタだった、マーティのネタの中で一番好きなネタだったと捉えられることが、マーティのネタをそんなにいっぱい見てるのかという疑惑もありますよ、まず、いやそれは疑惑いや、まあ、まあ劇場、まあ、それをまあね、見てる方なんで、まあ、状況証拠です、これ今までで、あ、はいはい、まあ、その疑惑が高まるというかね、はい、劇場に入って、ね、2発目の2発目ですのライブで、はい、マーティのネタ、一番好きなネタだった、これどうですか皆さん、怪しいということですね、そのエゴサキによると、エゴサキによると、ちょっとまあ疑惑の域は出ませんよ。
確たる証拠があるわけじゃないですよ。テンションがすごいね。いやでもやっぱりちょっとまあ確たる証拠はないんですけども、はい、まあ、もしあのネタ、うん、見たことあるぞという方いらっしゃったら、はい、こちらまで。これは怖いね。これなんか裕次郎くんが、うん、URL ってこれなんかメールアドレスを出さすという編集の手間を与えています。めんどくせえ。こんなとこにも出そうか。やめろやめろ、かぶってんねん顔に。これちょっと移動とかもするかもしれない。カットしますよ。カットすんなよお前。いや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 、まあもしじゃあこれが、うん、あ、募集した内容が送られてこなかった場合、うん、送られてこなかった場合、はい、これはもうマーティーがただただ、うん、すごい新ネタを持ってきていたということで。そんなことありえるかな。ありえるやろ。失礼なマーティーみたいな。そんなことありえるか。ものすごい褒め言葉になったということになりますね。新ネタならね。すごい疑ってるけど。新ネタならね。自分がチョイスしたコンビやねんからさ、ええやん。だから裏切られた気持ち。ルール守ってると思うよ。マーティーはちゃんと新ネタっていうルールだけは。いやまあまあ冗談はさておき。冗談かい。いやまあまあ、ね、本当にね、送ってほしいんですけど。まあね、知ってる人がもしいたらね、いないと思いますけど。まあまあそんなことはさておきね、はい、まあ、皆さんでも本当にそれこそ、うん、まあ、その出番の関係上、うん、やっぱ俺らが10番目で取り、そうですね、マーティーが8番目で、はい、ネタ合わせの関係上マーティーのネタだけ見れなかったんですよ。見れてない。まあでも僕はね、あ、見たんですよ。あ、登録というか動画もらったんで、はいはいはい、いや面白かったね。おお、僕見れてないんですわ。まだそういう見れてない。じゃあ見てないな。じゃあ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 ほんまに見てないな。これはまた次回撮りますけど。あ、これは引き何で裕次郎が忙しかったのかの理由があるんですよ。あ、これ伏線。マジで本当にだるいわね、マジで。あ、これ裕次郎くんがなぜそんなに忙しかったかはいつかのジョックロックプレスで、もう最悪やもう、公開されるかもしれないと。まあまあそんなことはさせておき、まあ皆さんね、はい、面白かったですね。いやよかったよ。いやほんとそれこそまあみんなやっぱ気合入ってたね。そう、ネタ合わせもそこそこに、うん、まあほとんど、はい、まあ、見たかったんでそれでかぶりついて見てたんですけど、はい、やっぱその普段はさ、はい、グランプリとか、うん、まあ、普段というかまあグランプリとかでグローとかさ、うん、ネタやるやん、うん、でその横でそれとか見るやんか、うん、いつもそのウケんなって思ってるけど、うん、ここなんかあいつのさ高めていく時ある。わー、行くな行くな行くな、わーってドースわーみたいな。そんなそんなうわーはい出たって思うけど、うん、やっぱほんまベジータというかさ、あ、味方だったなみたいな。お前がナンバーワンだ。いや、ちゃうちゃうちゃう。え、ちゃう。ベジータ怖かったよ、最初出てきた時。あ、はいはいはい、ナッパとか連れてきて、あ、クリリンとかと必死で全員で倒したけど、あ、ね、あ、はいはいはい、ナメック星ではご飯と一緒に戦ってくれんねやみたいな。頼もしいって。いや、そう、マジで受けてくれと思いながら。ライブがやっぱ盛り上がりますから。やっぱね、グローといえども新ネタなんで、やっぱ僕もねドキドキしながら見てましたけど、うん、いやー、ドンチッチもトップで面白かったし、うん、グローとかさすがですね、みんなやっぱすごいですね。本当に、まあたださすがやったんですけど、はい、やっぱ皆さんちょっと人の子というか、はい、当日だから僕たちはニューエイジニューネタライブの、うん、その日前説が入ってまして、あ、はい、寄せの、はい、だからレッター、そのライブ自体は6時からだったんですけど、うん、まあ、5時半入りで5時半までに来たらいいみたいな、うん、まあ、僕らは朝の9時半ぐらいからいたんですよ。はいはいはい、いました。じゃあもうなんかね、1時半とかからなんかゾロ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 、うん、確かに、そのニューエイジメンバーが集まりだして、ね、あれなんかリハとかかなみたいな、うん、コントリハと、なんかそのドンチッチとかマーメイドとか、うん、マーティーとかシャカトラとか集まってきて、うん、あれって言ってた。なんかちょっともうネタできてないっすな。ワーメルとかなんかちょっともう種機能思いついて、おいおいおい、今からなんかもうちょっと形のあるかなとか、おいおい、マーティーもなんか一回も合わせてないっすわ、おい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 、もうなんか8割なんか頭の中では
できて、坂虎とかもなんか、ちょっともうボケ1個っすわとか、なんか2日前にボケ1個でとか、福本さん聞いてください、ボケ2個になりました。おいおい。とか言って、ちょっとおい、こいつ大丈夫かと思ってたら、ブラフ。ブラフ。やっぱみんな新ネタで、受けへんかったら恥ずかしいから、ちょっと受験勉強、そのいやちょっと勉強してないっすわみたいなのを言いにわざわざ昼から昼から飲んでる、いやちょっととかまだやばいな、テスト直前でいいやん、いやちょっともうボケ全然詰まってないっすわとか言って、やっぱそのかまし合い、かまし合い、ほんまに半分ぐらいそんなこと言ってたやつ、なんか確かにそうだよな、蓋開けてみたらね、嘘、嘘、ただの嘘嘘つきたちの集まり、仕上がりまくり、いや良かったね本当に、うん、いや本当にこれは本当に、うん、いいライブになってくる、やっぱ新ネタライブっつってこう何でしょう、うん、すごいねやりますみたいな感じで言ってきたけど、うん、もう思んなかったら終わりやからいやほんまやからさ、はい、コンテンツがさ、はい、ネタだけやん、そうですよ、だからあんだけさ、うん、もう正直その俺らにどうすることもできひんやん、はい、そう単独とかやったら内容し自分らがなんかめっちゃ頑張ってネタ考えて、うん、面白いですってバーってなんか告知してやけど、うん、もうそのどんな内容かわからんままに告知してるから俺らは、うん、自分らのネタはまあ頑張って作ったけど、まあ、みんなを信じて、まあ、見込んだメンバーというかね集まってもらってやったんですけど、まあ結果、うん、いやよかったね、いやこれはもう僕らもっと頑張らないとなと思いましたよ、いやそれがねやっぱみんなにそう思ってもらいたいというか、これが高め合いってやつか、いやそう刺激になりましたねやっぱり、あーはあどういうリアクションだろうか、これが高め合いか気づいた、はい、初めて、いや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 これは高まるぞ、いやそうやから1回目がやっぱみんな良かったから、はい、2回目やっぱあん中で、うん、それこそマーティーがめっちゃ良かったみたいな、うん、俺のエゴ先によると、うん、結構マーティーがみんなから言われた感じがしたから、うん、次あれに自分たちがなるというかね、そうですね、もっと僕ら向けてやるぞと、そう一番好きなネタ、うん、ジョックロックのあのネタだったみたいな、うん、とかを言われる、言われたらかっけんな、それがあのネタって言われたら、うん、新ネタじゃないってことになるジョックロックのネタ、うん、一番好きなネタだったって言われたら、まあ、うん、まあ大砲それは多分文章ちょっとだけニュアンスを間違えたと言いますか、いや、まあ、間違えたというか、まあ、そう捉えることもできるというかね、そうですね、いやこれでねまた次の10個の新ネタが見れるっていうのもかなり、いや本当に僕らからしても盛りだくさん、はい、まあちょっとね、うん、5分以内にしてくださいって言ってたけど6分以上やったネタが、うん、組が3組いましたけどね、まあ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 、それでまあ最後ね、はい、1分半ぐらいしか最後の時間がなくなって、いやこれは本当に気をつけたい、どうもありがとうございました、写真撮影タイムっていう怒涛のギリギリすぎるんでやっぱ時間がね、まあ10組まあまあまあでも5分で、まあ、5分以内やっても最後まあ5分ぐらいしか余んないんですけど、はい、いやだから本当そこだけ気をつけてね、まあまあまあご愛嬌ですけどね、新ネタなんで、まあまあまあ、そういうとこもまあまあまあ、はい、まあオーバーしないようにという感じですけども、はい、ということで次回開催、はい、3月10日、はい、日曜日、うん、夜7時半から8時半の1時間、はい、もう次もね、まあ面白いライブ確定、確定ですね、うん、まあ次昼から何集まってくるのか言い訳しに、いやちょっとまだもうボケゼロっすわみたいなとこまで行くやつらも出てくるかもしれない、はいはいはい、というわけでね、まあ、出番順とかどうします、そうね、次前は全員読んで最後にまあくじ引きしてもらったんですけど、はい、まあまあね、それこそゲリラ的に、ゲリラ的にもカメラ持ってってこれ引いてっつって、うん、出会って、それをまた、はい、僕たちのチャンネルでしか見れないようにするか、してやろうかしてやろうか、うん、まあ別にね知りたくないっていう方は逆にね、まあ、そう楽しみに行ってその場で、あ何番目に出るんやろっていう風にしたい方はその動画を見なければいいという、まあ分かんないですけどね、そのまあちょっとね喋ってもらったりしてまだ強制的に告知に参加させるという手段もあります、ありですな、ありですな、はい、というわけで次回開催3月10日日曜夜7時半から8時半、はい、皆さんぜひご来場くださいということで、ありがとうございました、ありがとうございました。